平成27年の10月1日以降のですね、在職老齢年金の改正なんですけれども、昭和12年4月1日以前にお生まれになった方で、厚生年金の適用事業所に働いておられる方に関する改正ですね。在職老齢年金の対象に新たになるということですけれども、事業主の皆様へというですね、チラシが今現在日本年金機構の方で作られているものが公表されてますけれども、そうですね、この問題で相談を受けるのはですね、もうほとんど全て事業主の方ですよね。私自身も事業主の方以外の方についてこの相談を受けたことはないです。今までですね、昭和12年4月1日以前生まれですからね、78歳以上の方ですから、78歳以上の方で、厚生年金適用事業所で報酬を受けて働いておられるとなると、従業員さんというのは多分少なくて、役員さんがほとんどだと思います。で、事業主さん、に関するご相談が、ほとんどとなって、私の場合は全てですね、多分おそらく、ほとんど事業主さん、役員さんが対象だと思います。